い、夕食の準備をしております。今回ちょっと少ないかな。あ、買ったもの、そうだ、お見せしてないですね。あ、見せてないわ、そういえば。見ていきますか。はい、エビチリ、そしてもつ、からし明太子、これがね、ちょっといけるか分かんない。小餅ししゃも。これ電子レンジって書いてあったんだよね。まあ、ウィンナー、バーベキューのソースあるんで。あ、なんかついてる。で、おしんこの、チーズ。で、あとね、チャーハンがあります。それだけで、まあ、一人分は全然足りるかな、と思いますね。で、まだね、友人たちがね、風呂入りに行っちゃったんで、合流できんのかな、これ。あっちもね、こっちもね、両方幅がね、雨漏りのせいでないんだよね。まあ、一回食うだけ食って、しっぽり夜飲むときに合流する感じになるかもしんないな。また別行動してるっていうのはいいよね。そんなもんなのかね、ブルキャンって。今結構雨強いんですけど、もうね、文句をもう言わず、テントを建ててる方々、もう今建ててる方とかいるんですけど、すごいなって思うんですよね。もう慣れてる感じがいいですよね。私の場合はこれね、雨降ったらかなり苛立ちと怒りと悔しさで取り乱すと思う。こう雨降っても動じないぐらいのキャンパーになってみたいですね、人間的にも。ちょっとね、火もつかないし友人も戻ってこないんで、先に乾杯しちゃいます。じゃじゃん、初おろしのグラス。じゃあちょっとこれにビールを注いで、今回は銀河高原ビールがなかったのでプレモルですね。どんな感じなんだろう。あ、やっぱ量が入るのいいな、クリーミーな泡立ち。あ、これごくごくいっちゃうね。あんまり入れとくのやめとこう。では、いただきます。あ、いいね、いいね。マグやっぱいいわ。あのね、うまい。圧倒的に、マグの方がいいですね。今までのグラス、よりやっぱいい。いい、とにかくいい。うまっ。火を起こすことに懸命になってましたけど、ふと見上げてみると、ここね、やっぱりすごい景色ですわ。これが夜どうなるかですね。楽しみだな、これは。セブンのウインナーを焼き始めました。結構太いな、これな。美味しいのかな。初めて食べるわ、セブンのウインナーって。買わないよね、なかなか。で、その横でこちらで本日初おろしの鍋で、エビチリともつ煮込みを煮込んでます。あ、美味しそう。キャンプでエビチリ食えるとか。はい、セブンのプレミアムソーセージだっけな、ウインナーだっけな、なんかプレミアムってついてた気がするんですけど、ツヤツヤやがな。どうしたやん、あんた、そんなほてっちゃって。ツヤツヤやがな。いただきます。さて、美味しいんでしょうかね。ん、あ、うまいわ。これすごく美味しいんじゃない。初めからバジルとかの味付けがあるウインナーも美味しいけど、シンプルなウインナーソーセージでかなり上位に来るんじゃないか、これ俺の人生の中で。
エビチリの完成でございます。これね、さっきちょっと舐めたんですけど激うまだわ。いただきます。これもね、絶対美味しいのわかる。やだなー、やだなー、怖いなー、エビチリ怖い。ほんとうまい、ほんとに美味しいんですよ。ほんとに美味しいから食べてみてくださいよ。これ皆さん、お店出せる、これセブンイレブンだけのお店出せますよ。はい、続いてもつ煮でございます。これはスキレットの上に乗っけて、ちょっと余熱というか温めつつ食べたいと思います。このままいただきます。どうなんだろう、これはさすがにエビチリうまかったけどな、期待しすぎちゃね、あれですからね。いただきます。これ無難なところかな。もうちょっと具材と味がちょっと薄いかもしれないので、好みで調節した方がいいかもしれないです。エビチリのが全然美味しかったな。ちょっとつまみになりますね。いや、マグだとね、酒進みますよ。一口がでかい分本当に進んじゃう。ただこの小屋がね、嬉しいことにトイレついてますんで、全然気にしないで飲めちゃう。いやー、ここだって次泊まれるの3ヶ月後とかですよ。それかキャンセル待ちですかね。また来たいな。夏場じゃなければテントとかでもいいのかな。タープ持ってないんで、ちょっとね、勇気がいるんですよね、この暑さの中キャンプをすることが。なので夏場は森に行こうかなと思います。はい、じゃあラストがスミレかな。シシャもありますけどね、スミレのチャーハン、こちらを焼いていきます。よいしょ、あ、落ちた、トング、やべ、なじまないね。あ、いい音。冷凍食品だからびちゃびちゃになりそうだけど、あ、焦げる前に結構混ぜた方がいいな。このまま混ぜ続けて、当たってるわ、結構すでに。混ぜ続けて、あ、すでに美味しそう。はい、続いてスミレのチャーハン。これね、味見さっきしたんですけど相当美味しいですよ、おそらく。めちゃくちゃうまいんだけど、これね、本当に美味しい、このチャーハン、やばいわ、知らなかった、うますぎて止まんねえ。いやー、これどうなんだろう、飽きるのかな。まあね、やっぱキャンプは自分で作るっていうところが大事なのかもしれないですけど、美味しいに変わりはない、セブン飯。うまぁ。午後8時ですね。だいぶ暗くなってきました。夜景も少し霧がかってますけど、見えてきましたね。あれ以上明るくなるのかな？ならなさそうだよね。お腹いっぱい。でちなみになんですが、これルーメナーの、ルーメナーもどきですか、もどきというか照明、3000円ぐらいのやつですね。ルーメナー1万2、3000円から5000円ぐらいか、
なんですけど、普通に明るいですね。これ一番暗いモードなんで、一番明るくすれば十分こと足りてますな。まあ、ただ丈夫さとかそういうものに関して、ことに関してはちょっとまだ使ってみないと分かんないですね。ただ今のところ全然いいですね。あ、やばい、贅沢ー。